本日の動画は前日の試合で大活躍した正義のピッチング編となります。多彩な変化球、鬼の制球力、とくとご覧あれ。高津だ、高津だ。言えやお前、名前アピールしてどこだよ。せっやばいやばい、ネタキャラだね。全開になってきてる、やばい。もともとこうやばいやつって噂はもう出てたんですよ。シンジ、シンジが後輩だから、シンジがソクロの先輩だから、シンジから聞いてたんだけど、殻かぶってて、だからやっぱ飲み会とか得ていくうちにぶっ壊れてきたっていう。関さん、関さん、ありがとうございます。頑張ろう。やっと1位になる。グルは本当めちゃくちゃ面白くてうまいんで、皆さんね、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。で、本日はですね、はい、元ヤクルトジュニアの僕がね、はい、ついにマウンドに上がろうかなと、はい、そんな感じですよ。いやいや、前の動画で嘘って言うてたよ。ヤクルトジュニアのピッチャーやってたんで、おいおい、はい、これ投げようかなっていう。ああ、もう投げさせるよ。でもこれ買ったイコールも投げさせる。ヤクルトジュニアに触れないとあのコス本当になっちゃうから。あ、違うの、違うの、ヤクルトジュニアじゃねえから。あ、違うの。あ、覚えてた。あ、覚えてます。はい、忘れられそうなんですけどね、まず小中はピッチャーやってまして、はい、コントロールは結構いい方なので、あ、めちゃめちゃいい。果たして今どんなピッチングができるのかと。おもう受けてもらいましたもん。ビタビタです。足です。受けてもらったんですよね。受けてもらった。そちらの映像がありますので、はい、本日は、僕のピッチングをご覧ください。どうぞどうぞ。おー、超のいい。はい、スイさん、カモン。はい、ワイズボール。はい、スイさん、カモン。はい、おーワンもちょうだい。はい、力入れますか。じゃあ、まっすぐで。まっすぐ。まっすぐ。お、ナイスボール。マニュアル通信。急速、変化量、軌道、いずれも完璧なボール。マネのシュートで。マネのシュート。大気得点したんだけど、マネのシュート。バッターの手元で曲がる。これも完璧なボール。いいボール。見てください、この右バッターの胸元をえぐるストレート。変化量さながらブレーキのかかったお手本のようなチェンジアップ。ナイスボール。チェンジ。オーケー。はい。はいはいはい。やばい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 。違う動画でちょっと紹介するんですけど、あの金子千尋式チェンジアップを選手に伝授しようかな。それがやばいんですよ。こう。パリピチェンジアップ。これ後の他の動画で紹介しますよね。ちょっとチェックして。お知らせがあります。
西浦選手の許可をいただきました、はい、ビジター用のユニフォーム、はい、西浦選手着用モデルです。もう ZPBC 用のガチのやつなんです、はい、こちらプレゼント企画してます。応募条件チャンネル登録だけですので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。1まっすぐ、2スラ、3ケンジ、4シュー、はい、レッツゴー。リリースがめっちゃ気になるんですよ俺は。なんか違和感あったらすぐ投げないと多分イップスの原因になると思う。まあ、今高校まで野球やってる人は気をつけて、自分の感覚やばいと思ったら気を使わずに投げれるキャッチボールしましょう。まずない。バイバイ。ナイスボール。あーいいね。しー、キャラを本性を表してます。よっしゃ、ナイス。ゼロゼロで、はい、バスバイク。やばい、やばい、やばい。おわ、ナイスボール。ストレートとの緩急といい、このブレーキ具合、鬼レベル。すごい。三振三振。見た今の。おー、ナイスボー。今のブレーキやばいね。グッコースね。あー、ナイスボー。見てください、この変化球をどこのコースにも投げ分けられる鬼の制球力。多分560はいってる。どんなですか。普通にあのピッチャー作る時から、エースが筋トレしてるよ。エースはね、頭のが遅いんで、やっぱりこういう時間でも、はい、肩に刺激を与えて、若干重い方が投げやすいんで、ね、若干。うちの監督ね、炎のストッパーだから、これからの試合で投げさすから、監督じゃなくてキャプテン命令で投げさせます。投げさせます。監督としてはなるべくね、選手出したいんで。そうね。選手が足りない時とか、ピッチャーいない時とかは、はい、まあ、この炎のストッパーがいっちゃうかなっていうね。久しぶりに汗かいたの見た。めっちゃ汗かいた。めっちゃ気持ちいい。サイド良くない。こっちやな、こっちとこっち逆。なんかさ、途中疲れてるとやっぱさ、なんか上になってきてる。普通にスリークになってるし。だよね。1イニング限定やな。ああ、全然いけるし。で、ワンポイントで良くない。スリークにすると多分球威は上がるけど、コントロールがね、横のばらつきが出るというか。サイドめちゃめちゃ良かった。サイドはなんか奥で放すとコントロールしやすい、うん、俺さ、この前公園で受けたんよ、球良くて、はいはい、グロか、あの打たれ絶対受けさせたいと思って、うん、でもグロのはケチンいいからグロの方がいいよ。えっ、まだいけるえい、打たキャッチングサコだからさ。あー、しょうがない。嘘だよ。これ嘘だよ。まあいいキャッチャー2人ともね、いるからね。ピッチャーも嬉しいと思うよ。どうでした、一言言っていいですか。うん、えぐい。なんかもうネタキャラが続出しすぎてやばいことね。でも見ててやっぱいいですよね、普通にチェンジアップがいい。ずっと褒めてた、さっきから。そう、チェンジアップすごい。握り変えるだけであんなに落ちるんですか。大工やってる時、普通に進化をゴリゴリに落ちた。ああ、ゴリゴリでやばいよ。あの右バッターのインコース打てない。だからそこの感覚あるんですよ、スイカ。そうだね、だからもう器用なところで逆にキャッチャー出る。投げるイメージ言ったら、投げるとき、こうしてる。あ、高津だ、高津の進化入れるの。シュッて、ここで投げる瞬間に。
こういう回転を受けるでも、俺が一番困ったのはまっすぐ出す、一番いいかった今日、まっすぐ押されてたね、黒ね。じゃあ、こんな感じでもしかしたらいつかマウンドで投げる日が来るかもしれません。いやもうこれ、というピッチャー増えましたね。はいはい、はい、次の、他の投手陣ね、特集もお楽しみに。次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイビー。